静岡で調理師をしている矢沢さんが帰宅途中のことである。自宅のアパートに向かって暗い夜道を歩いていると、後ろから誰かにつけられているような気配を感じた。だが立ち止まって振り向いてみても人の姿は見当たらない。背後には民家もまばらな砂利道が晩春の月明かりに照らされているだけ。しかし矢沢さんが再び歩き出すと、かすかな息遣いや砂利を踏む足音が聞こえる。多分これ生きてる人間じゃないな。矢沢さんは霊感が強いわけでもないが、どうもそんな気がしてならない。目には見えない何者かにつきまとわれているように感じるのである。かといって何ができるわけでもない。幽霊の対処法など何一つ知らないのだ。あ、でもな、家までついてこられるのも嫌だし、泊まりするか。矢沢さんは来た道を少し引き返し、普段は使わない脇道へと入り込んだ。その脇道は町外れの河川敷に沿って住宅地を大きく迂回している。かなりの遠回りになるが、その方が都合いいと思った。背後の気配をそのままにしてまっすぐ帰宅するのは嫌だったのである。1時間ほど歩き続けると背後の気配が消えた。ずっと聞こえ続けていた息遣いが絶え、足音も追ってこなくなっている。やっといなくなったか。もう帰っても大丈夫だろう。安堵した矢沢さんはここぞとばかりに帰路を急いだ。アパートの前に到着すると、矢沢さんは外階段を上がって自室のドアを開けた。薄暗い台所を素通りし、居間のスイッチをつける。よう、遅かったな。結構待ったぞ。しまい忘れた居間におじさんが座っていた。向き直るのが億劫なのか、おじさんは首だけで振り向いて、両足は置きごたつに突っ込んだままである。いかにも待ちくたびれたような様子だが、口元はほころんでいた。わずかな間、矢沢さんは驚いて声が出なかった。てか、お前誰だよ。我に返っておじさんを怒鳴った。全く面識のない知らない男性だったのだ。すると次の瞬間、おじさんがにっと笑って姿を消した。